本当に全部あるんですか？あるよ。好きなの頼んでる。すげえ。全部あるの。どう勝てる自信ある？全然言うっすよ。マジで本当に。お前らちゃんと作れよ。すぎんだね。すごいじゃん。いただきます。あ、俺も食べたい。振る舞いに来たんじゃないですか。ほら、ほら、寝かけ、お前寝こっちだもん。いやいや、じゃあ本当これ本当普通だって150度ぐらいある。いやいや、のれん用にここ組んで、あと、いざ、いれば、これでいいんじゃないかも。この真ん中抜けるね、4つ今、作ってる。なんか屋台作ってる。あ、屋台を作ってる最中。本格的にやるんだと、シートやったりとかね、屋根作ったりしたいけど、一般的なものでな。パフォーマンスが入りました。1分1分1分うん、これあの青森の美味しい空気だから空気どう普通の人マジでこれ名古屋だ。これあとこれ鳥羽これ食べてみる。マジでうまいから青森の1分が大体これだから。え、これあんの空気。美味しい空気だから。名古屋に変わったっすか。あ、どうも。大丈夫。あ、お土産あるよ。あ、本当ですか。今行くから。今ちょっと待ってて。ありがとう。あ、ここのやつだったんだ。これ、青森の空気なんで。あ、ちょっと待ってよ。はい、わざわざ来たの。いやいいね。何と何やんの？これ屋台。夜？あ、今。今は軽くパッてやって。翔ちゃん。なんで荷物の取ったのこれ？あ、怒られてる。怒られてるじゃん。シャロンさんいつも見てくれて本当にありがとうございます。全く見てなかったんですよ。いや、誰が見たんだっけ。どこ？かなりファンですからね。俺結構初期から見てますからね。あ、実は作ってきたんですよ。マジで？作ってきたんですよ。いやー、やっぱり売れるかな。ちょっとあれ、モニタリングで売れるかな。これ本当に全部あるんですか？あるよ。あの好きなの頼んで。すげー。選んでおいで。全部あるね。はい、こちらです。お疲れ様です。まあ、今日、青森から MZ さんが来ていただいて、もうこれで2本、3本ぐらい撮った？撮ったっすね。え、3本のかな。で、最後か、まあこれ夜のド派手なパーティーがあるかもしれんけど、まあ、まずは職人の原点、手続き場で、そうですね、ね、あのお互いに料理を振る舞おうということで、うわー、すごいな、これな、本気だな。やばいな、これ本格的だよ。俺も来た時びっくりしたもん。ああ、どう勝てる自信ある？全然言うっすよ。マジで本当に。お前らちゃんと作れよ。ウーバーイーツ頼むしかないですね。そうか、ウーバーでやろうかしらと。俺なんか買ってきちゃったもんな。土曜日あんの、そんな。マジで本当にあんの、これ1号なの、本当に。本当に1号使ったのかな。こうやってメニューにあるってことはもう頼めると思うからな、ね、それ相当、俺は一品勝負だよ。鍋の一品勝負だよ。いける？まあ、とりあえず挑戦していこうか。そうですね。じゃあお前任せていい？2人に。よし、お願いします。できるなよ。縦に持ちながら。お前雑すぎんだって。もう落とす。一回ビール取れ。手洗ってこいよ。これなんすか、このメニューが全部出るんですか？はい、言ってくれれば。じゃあこれ、いちご煮ラーメンっていうの食べたいですね。ない。俺なんか想像する、ストロベリーではないんだ。そのいちごじゃない。そのいちごじゃない。ストロベリーではないですね。あ、青森の特産品みたいな。ね、たくさん、ほら。男の料理。男の料理だね。あ、すごいじゃん。マジか、これマジだな。翔子は料理なんかしたことないで、包丁の使い方も初めての包丁。はい。マジ、お前何、一人暮らししたの？だって飯食ったの？全部ルマイズです。マジで？できる。すごいな。優しい。これじゃあいただきます。じゃあ早速、はい、一口いただきます。あ、美味し
そう。あれ？いや違う違う。あれ？何言って？なんか俺も焦っちゃって。マジで外すの初めて。一緒に共同やば。これ営業行く。青森のやつ。青森っつったら味噌カレー牛乳ラーメンだよ。ちょっとみんなちょこちょこ回ってくださいよ。ご飯くだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ匂いする。すげえ匂いする。デラうまいがよ。なんてなんて。味噌カレー牛乳。味噌カレー牛乳名古屋ないですか。すごい匂い。名古屋味噌も有名なんだけどね。ああそうそう。でもミルク入ってますからねこれ。ちょっと食べる。いただきます。青森。青森の味。これ何？煮干し。煮干し。そっちうまい。まずいって書いてあるよ。お前青森失礼だなお前。仕込み。宣伝できる。ん？また。これおせんべいを汁に入れるんですよ。もうこれ食べれるんですか？おせんべい。すごい美味しいね。食べてみや。柔らかいよ、せんべいもう。いや、それ、先食べて。あ、もらおうかな。ほら、うまいね。いい感じ。本当のせんべい？はい、はい。これ南部せんべいって言って。へぇー。くたくたなるぐらいまでやると美味しいの。出汁が染み込んでさ。美味しいよ。ちょっと食べてみたい。これだよ。出汁が染み込んで。これ明日も僕買ってくる。うん。ラーメンだ。俺、で、食ったんですよ。ほら、寝かけお前、猫ちゃんだもん。じゃあ、ほんとこれ、ほんと普通やつ150度ぐらいあるわ。ほんとだめだめだめ。猫ちゃんだもん。お前、猫ちゃんだもん。これ、200度ぐらいある。ありますよね。いや、これ、ちょっと、ガンダ言って。いや、だけど、チキンラーメンみたいな、なんかそんな感じの味。おいしいよ。うまいな、別に普通に。ユージ、これいちごに。これはもう誰でも好きだから。いちごお吸い物の。いちごご飯だから。チキンラーメンに近いだろ。チキンラーメンに近い。もう汁飲んで、汁飲んで、マジで。汁飲んで、美味しいよ。猫舌なんですよ。自分も猫舌？マジでうまいっすね。おぉ、これは？そんなのうまいっすね。そんなのやっちゃなんやろ。で、まずいだろ。これのスープ？いや、違うんです。これいちごにってやつなんですけど。あ、マジで？スープだけ？海鮮っぽいっす。本当に美味しい。150度ある。150度。いや、俺もう飲めへん。海を煮ると、いちごに見えるっていうので、いちごになる。へぇー。いや、でもこれ本当に普通にうまい。食べた？みんな食べます。食べた？じゃあ、北野さん、北野さん。じゃあ、北野カールテンチャンネルちょっと、お伝えどうよ、MZ8 で。青森からの、おそれ MZ8。北野チャンネル。勢いだったら行くわ。どうですか？うまい。うまいですよね、海鮮の。うん、これイチゴになって。いただきましょう。あ、もうこれいけるんちゃう？もうちょいっす。もうちょい。見せて見せて。おー、いいね。肉がもうちょいっす。みんな振る舞ったってよ。はい。おー、ちっちゃいな。ははははこれは噂の塗り替え鍋。塗り替え鍋。これはもうあれだね、全国共通の味だ。特にバレたスペシャルかもね。イオンで売ってたよ。イオンのスープで。うわ、これ本格。これ何、ご当地料理なんですか？これ別に、まあ別にただ野菜炒めじゃないですか。あ、味付けが？どこにでもありそうだ。ご当地料理なの。はい、バラ焼き自体。いや、聞いたことないです。聞いたことない、こっちでは。あ、いいですか、いただきます。あ、俺も食べたい。車に来たんじゃないですよ。車に来たんじゃないです。よし、いただきます。青森のご当地ほだしのですね。なんか味ない。味がない。さっき足したんだけどさ、誰。味ないけど。味がない。え、味がない。焼きみたいな感じ。味するけど、すごく美味しいと思うけど。でも、食べると本当に美味しい。イケメン枠、ここイケメン枠やで、うちら。あー、ダメだ。顔の大きさが全然違う。顔の大きさがね、背はでもな、ちょうど同じぐらいだな。いただきます。あー、いただきます。
これなんか食べたことある感じだな。カメラの前に伝わるように。くどいよ。おじさんくどいよ。はい。はいって言って。ご飯に合う味ですね。ああなるほど。ああうまいこと言うね。マジか。なんか今格好つけてない。いや。いちいち格好つけるんですよ。ない。ご飯に合う。なんかお前やってみろ。じゃあお前やってみろお前。お前やってみろ。お前やってみろ。そんなに言うんだったらやって。お前やってみろ。食レポ食レポ。食レポ食レポ。お前が一番格好つけてるよ。あ、これ青いの空気なんで。マジですか？はい、みんなにあげて。ちょっと本当にいいですか？もう見ていただいていいですか？どうですか？箱だから。箱だから時計が。美味しいべ。やだらうまんだべ。悪い子いねえか。あったあった。悪い子がいねえか。あったあった。必死ですよ。社長のこれ屋台なんですけど、まああのこのままもう売りましょう。社長に。別にバラすのはめんどくさいとか片付けるのめんどくさいわけじゃない。僕らは片付けたい、本当は片付けたいけど、もうだるい。お前言ってるやん。映画教えるから、カメラ撮り方っての。はい、お願いします。まずこう撮りたいのもあるじゃん。はい、これ撮りたいんだったら、まずデー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 ってやればいいからね。熊こういう感じ。そうそうそう。おーおーどうぞどうぞどうぞ。カメラのやり方を教わったんでやっていいですか。でー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 。あ、すいません。いや、本当それでいいの？すいません。あれ、社長から来た。関係ねえな、お前やったんだろ。それでいいのかって聞いとるやん、お前。すいません。僕は何も言ってないんで。めっちゃ知らんくて。関係ないかよ、お前が。また始まった。は？人に言われたじゃやるんか？いや、違う。怒ったわ、お前。怒ってます。怒ってるよ。え？結構強めに言ったな。でも、そっちも殴る人って俺見たことないですね。僕もやられたことないんで。殴るじゃん、さっきからこう、こうカメラも。一つだけやけど。キャンタローマだ。キャンタローマ。あ、いるの？あ、いる！いた！レア、レアキャラ。レアキャラ。痛い痛い痛い。渡ろう。お前、ちょっと来いよ。ようこそ。じゃあ、屋台対決は無事終了しました。で、足場の方で腕相撲対決が上がるの？足場の方で腕相撲対決が上がるらしいんで、ぜひそちらの方も見てください。テストで出ちゃうかな。はい、見たい。飲みてね。あの、今日は宣伝しませんけど、マッチング道場と求人道場よろしくお願いします。お願いします。Yeah.